クララ・イートン・カミングスクララ・イートン・カミングスはアメリカ合衆国の植物学者であるインカ植物を専門としたウェルズリー大学の教授を務めたニューハンプシャー州のプリマスに生まれた1878年からウェルズリーの植物博物館の学芸員をした後1879年からウェルズリー大学の一般植物学の准教授となった 1886年から1887年の間はチュリッヒ大学のドデルポルト教授のもとに留学し各国の植物園を視察し何人かの有名な植物学者とあった帰国後専門をインカ植物としたハリマン体験体が集めたチール E217 種の目録を1904年に発表した217種の中には アラスカでは初めて発見された76種や2種以上の新種が含まれていた。1905年にジャマイカに地ル類の収集旅行を行った。1906年にカミングスが没した後、コレクションはニューヨーク植物園に送られた。野生植物保全協会の雑誌、プラントワールドの編集者を務め、1904年にアメリカンアソシエーションオブザ・ソサエティ・オブ・プラント。 モルホロジーフィジオロジーのフェローに選ばれた。米国科学振興協会、ボストン自然史協会の会員だった。カムは植物の学名で命名者を示す場合に、クララ・イートン・カミングスを示すのに使われる。ありがとうございます。